こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。昨日に引き続いて、高校で数学が伸びる子、はたまた伸びなくなっちゃう子っていうお話の、2回目をお送りしようと思います。で、昨日のお話、まだ見てない方はそちら見ていただいた方が早いんですけれども、褒められる、自慢できる、ここだけで終わっちゃう子は、高校に行って辛くなるよねっていうお話をしました。じゃあどうすればいいのかっていうところなんですけれども、こんな解き方もあるんだとか、へえ、こういうところ、こんなことしたらどうなっちゃうんだろうねっていうところ、実験できたり試しにやってみてみたりっていうところができるお子さんっていうのは、高校に行っても伸びていくよねっていうことで、高専の過去問を1問取り上げながら、お話を進めました。で、今日も、高専らしい問題、過去問が一つあったので、それを取り上げながらお話を進めていこうと思います。で、めんどくさがりっていうお話を今日しようと思うんですけれども、めんどくさがりにも2種類あって、良いめんどくさがりと悪いめんどくさがりっているよねっていうところです。で、悪いめんどくさがりの方から話しましょうか。で、悪いめんどくさがりどういうのかなっていうと、もう答えなんてもうどうでもいいよ、でもねっていうところで、点数は欲しいんだよね、だって自慢できるし褒められるし、いいことあるから点数は欲しいんだけど、答え求めるのどうでもいいんだよねっていうめんどくさがり、これが悪いめんどくさがりで、点数欲しいから答えはどうでもいいんだけど、なんとか正解が欲しいなっていうことにつながっていくので、ここで勉強するやり方っていうのが、その問題の要はやり方、解き方ですね。こればかりに集中してしまう。要はここが、楽に覚えられる、楽に点数が取れる、そういう方法ないかなってばかり考えているお子さんっていうのは、中学範囲だとなんとかなるんですけれども、昨日も申し上げたように高校範囲になってしまうと、やり方、解き方をパターン別に分類して覚えていくっていうやり方だと、覚えきれないパターンが、多くなりすぎちゃって、で、こっちのパターンだと思ったらあっちのパターンだったり、あっちのパターンだと思ったらこっちのパターンだったり、はたまたまだ知らないパターンだったりっていうことにつながっていって、どんどん数学が嫌いになっていってしまうということだと思います。で、じゃあ良いめんどくさがりってどういうのっていうと、答えは欲しいんだよね、でもねっていうところで手数を減らしたいんだよ。要は、計算するとか、なんだとかっていうところで、時間がかかって、っていうところの手数は減らしたい、でも答え欲しいんだよね、なんでこういう答えになるんだろう、なんでこういうふうに導けるんだろう、そこには興味があるんだよね、じゃあっていうことで、その仕組みを理解して、で手数を減らすためにこのやり方、公式だったり解き方だったりのパターンっていうのを覚えていく。でも、その背景にはなんでそのやり方、なんでその解き方を、使うのかっていう、理解の部分ですね、ここが追いついていくので、なぜなら答えが欲しいから、っていう、気持ちがあるので、そこが追いついていくっていうことで、理解が深まっていくと高校に行っても、数学は伸びていく。こんなパターン、こんな2つのめんどくさがりがいるんじゃないのかって思って、今日取り上げる高専らしい問題っていうのが、これ抜粋なんですけれども、長い問題でいろいろ書いてあるうちの、抜粋で括弧の1だけ持ってきたんですけれども、要はめんどくさいからじゃあ一般化しようよっていうアイデアが思い浮かぶお子さんっていうのは伸びていくんじゃないのかと思っています。で、ユニットって書いてあるんですけど、機械というか何というか、そういうものを作りましたよっていうこと で A に数字を入れて B に数字を入れると X の方からは A たす B の答えが出てくるよ、で B の方からは AB、 要は掛け算した答えが出てくるよ、要は上の X の方は足し算、下の Y の方は掛け算した答えが出てくるよ、でこれを、同じものを3つつなげましたよ、でそうすると、
まあ、ユニット1から出てくるこの答えがそのままユニット2のここに入って、でまた出てきたものがユニット3に入って、でここから出てくるのは何だろうね、こっちから出てくるのは何だろうねっていう問題です。でこれもっと複雑でいろいろな問題があったんですけれども、そのうちの括弧の1、一番基本的なっていうか一番簡単なというか、まあめんどくさいけど計算していけば出ていく、できてくる問題です。で、一番最初ここに入れる数字を1と3、これですね、1と3を入れたら、こっち側は何が出てきますかっていう問題です。まあパズルみたいな、小学生でもまあパズル感覚で、楽しみながらできる計算問題だと思います。で、これを、こういう形ですね、小学生でもできるやり方というとこっちのパターンですね。1と3を入れたら足し算したら4だよね、掛け算したら3だよね、でそれをまた次のユニットに入れて足し算したら7だよね、掛け算したら12だよね、でまた隣のユニットに入れて、で7と12足し算したら19だよね、掛け算したら84だよね、あこれが答え、一丁上がりという形ですね。でこれを先ほどのこっちの子ですね、答えは欲しいんだよね、でもね計算するのめんどくさい、手数は減らしたい、なんとかなんないかなって考えるお子さんはどう考えるかっていうと、どうせこれ括弧の1だから1と3でやらせてるけど、括弧の2とか括弧の3に行ったらもっとここに入れる数字がめんどくさい数字が入ってきたり、もしかしたら文字に置かれたり、なんかやらされるんだよね、じゃあ今ここで手計算でこう小学生方式でやるんじゃなくて、もっといい方法、ここに入れる数字をなんとか計算したら途中の計算すっ飛ばしてこっち側の答えが出てくる方法ってなんかないのかなって考えるお子さんですね。じゃあこれ文字のまんまやってみよう、このパターンですね。文字のまんまやると A を入れて B を入れると、ここは A 足す B、 こっちは AB で、またこれを足し算するので、次の答えは A 足す B 足す AB、 下は AB かける A 足す B となりますよね。でこれをもう一回同じことをやると、もう読むのが嫌だけどこんな形になってきます。でこれって結局 A 足す B と AB の組み合わせ、ここに A 足す B があって AB があって AB があって A 足す B がありますよね。でこちらも A 足す B があって AB があって AB があって A 足す B がありますよね。ですので A たす B と AB の答えがそれぞれ X と Y、 ラージ X とラージ Y みたいな形で、求めてしまえば、じゃあ上の式ってこういうことだよね、下の式ってこういうことだよね、じゃあ、これで表せるようになってしまえば、最初に1たす3が与えられた時に A たす B が4、 AB が3、この2つの数字をこっち側の X と Y で表した式に、入れてあげればすぐ答えが出てきて、で当然括弧の2以降でここにややこしい数字だとか文字だとかが置かれても、これさえもう僕は手に入れちゃったんだから、これを手に入れてればもう先へ進んでも、この計算を何度も何度も違う数字でやらなくても手数が減らせるよねっていうところで、この一般化ですね、一つの数字だけで成り立つとか計算できるっていうことだけじゃなくて、文字に置き換えてとかそういった形で、一般的にはどんなことが言えるんだろうね、こんな複雑なユニットに見えるけれども、じゃあここに入れるのがダイレクトにこっちに出てくるような考え方ができるかなって考えられるお子さんっていうのは、高校に行ってからこっち側ですね、良い面倒くさがり
いうことで、まあ人間の科学技術の進歩っていうのはそうですよね。筆算でやってたのがめんどくさいからソロバンが生まれ、ソロバンがめんどくさいから、機械式の計算機が生まれ、機械式だとガチャガチャうるさくって遅いから電卓が生まれ、で今コンピューターが生まれで、私も時々車に乗ってガソリンを入れに行きますけれども、ガソリンを入れた時に燃費がどのぐらいだったのかなっていうと、スマホをポンと叩いて Hey Siri って言って、何キロ割る何リッターはっていう数字を何々割る何々はって聞けば Siri が教えてくれる。そんな形でこの面倒くさがりの部分をうまく活かしてですね、で、数学が高校に入ってもこちら伸びるお子さんっていうで、うまく学習興味を持って、進んでいっていただけたらなと思っています。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。